今日のなるほどハテナはゴールデンウィーク特別編、旅行のハテナです。ホテルのベッドにこんな布がかけられていることありますよね。正しい使い方知っていますか？ゴールデンウィークも終盤戦に突入、今まさに旅行中、はたまたこれからお出かけの方も多いのでは。そこでホテルに泊まった時、こんな疑問を持ったことはありませんか？ベッドの上にかけられているこの布、一体何だろう？いいホテルの方がちゃんとついてるイメージが。おしゃれ。やっぱ入った時にこういうの切ったって素敵じゃない。だからこれはやっぱインテリアですよね。確かにインテリアとしての役割も担っていますが、れっきとした使い方が別にあるんです。それが何だか分かりますか？あ、そういった、お掃除したよっていう合図です。言葉が落ちないように重しになってるやっぱりこれがあることで足の方があったかいよね。俺はそう思ってる。果たして正しい使い方は？さらに知っているけど使わないという方も必見。すぐにできる別の活用法もホテルのプロに教えてもらいました。さあ今日のなるほどハテナは南国のホテルの一室のつもりでお送りしています。はい、素敵な景色ですね。さあホテルの部屋で見かけることのあるベッドの上のこの布、一体何ということで、皆さん見たことはありますよね。あります。正しい使い方知っていますか？私これ自信あります。自信あります。ではその前にですね全国各地に取材で飛び回っている佐々木さん、ホテルたくさん使ってきたと思うんですが、ちょっと実演してもらっていいですか？普段の使い方、こうなんじゃないかなっていうのを。いやいやこうやってね入ってきて、さあ寝ますよということで靴を脱ぎます。靴を脱いで枕を避けて、で掛け布団を取ってこうやって入りますよね。こうやって、はい、おやすみなさい。使わないんですよ。なるほど、はい。まあ、ということで佐々木さんの答えは不正解ですね。残念。はい、残念。じゃあですね、分からない方のためにヒントです、はい。これはこの布ですね。こちらベッドスローというもので欧米発祥のアイテムなんです。ですから日本と欧米の文化の違いを考えると答えが見えてくると思うんですが、結構自信が確信に変わりましたけども、森山さん今、いや欧米生まれってことでちょっと来たかもしれない。どうします？どちらか2人に実践してもらおう。じゃあもう先に説明してもらっていいですか？じゃあ森山さんお願いします。はい、欧米の方は外から入ってきて靴を履いてますよね、なのでこうやって、こうやってくつろぐのでは大正解。はい、そうなんです。欧米だと室内で靴を履く文化がありますので、ベッドが汚れないように、今ですね森山さん座ってくれてましたけれども、ここに足の部分を乗せて使うものなんですよね。でもこれなかなか、伊沢さんね、同じでした、分かってましたね。同じでした。使ったことありましたか？いや、知ってたというか、そうかなと思ってたんですけども、もちろん私脱ぐので、いつも畳んじゃってましたね。そうですよね、日本人だとなかなか土足でこのベッドに上がるっていうことが抵抗のある方多いと思うので、正しい使い方される方少ないと思うんですが、今回ですねこのベッドメイクをしてくれた品川プリンスホテルが日本人でも活用できる別の使い方を教えてくれました。はい、じゃあちょっと実践していきますね。ここにスーツケースがあるんですけれども、こうやって転がしますよね、スーツケースって。そうするとこのキャスターの部分って靴と同じぐらい汚れませんか？確かに、外で使ってますからね。そうなんです。そこでこのスーツケースをよいしょ、乗せて、で広げると広げれば、このキャスターの部分をベッドスローの上に乗せる。
そうするとおぴったり、はい、汚れないんですよ、ベッドが。確かにもうホテルの部屋だとちょっと狭い時もあると思うんですが、はい、これだったらもうベッドの上に乗せても汚れないということです。高さもちょうどいいですね。しかもそうですよね、ベッドの高さでこう出せると、うんうんね、取り出しもしやすいですよね、はい、ということで皆さんの素朴なハテナもぜひお寄せください。